お休みやめた。チャリンコチャリンコ。はい。アメタ TV。フーフフォーナー。パフパフ。フーフフォー。はーい。HHH。飛行機がなんとか飛んで帰ってきましたね。帰ってきたね。うん、離れ離れの夫婦でしたが、一緒に夫婦砲弾が。ひどいや。夫婦砲弾ができて幸せをかみしめております。はい、一時はね、災害で土砂に埋もれるかもしれないと思いましたが、なんとか何事もなく帰ってきました。京都に行って避難生活した話をしましたけど、うん、何事もなくね、まあでも今回岡山とか広島とか大変なことになってて、いやあれは ねニュースでしか俺は見てないけど、友達も岡山にたくさん住んでるし、広島には親戚もいるし、大変だったね。なんかできることを考えていかないといけないね。実際なんかどんどんお友達とかが動いてる方たちがいて、すごいなと思っていて、まあ突然やってくるのが災害ですね。本当だよね。まあだからね、今回はだから自分の学校を調べといた方がいいね。あ、皆さん住んでる住所だけじゃなくて、学区って小学校、小学校の学区、はい、学区名を覚えとかないと避難指示はそれで出るんだなっていうことが、でなんかそのことを学名とか言われても分かんないわいって言ったら、前もって調べとかないのが悪いとかって友達に言われたんだよね。あ、そう、そう、常識なの？分からない。でもやってみないと分からないけど。あ、そうだね。でも今の言わなくていいけど、実家の方が分かるでしょ。分かる。やっぱり分かる人は分かる。土着の人は分かるんだけど、うん、途中から転入した人はさっぱり分からないよ。分かるね。それこそ子供がいないで転入してきた人なんか全く分かんない。全く分かんないので、まあ情報を仕入れるにはまず自分の学住所の学区は調べといた方がいいね。で、飛行機に乗る前に息子がもう今日は学校が休校になったからって言ってて、で実は私が京都に行ってる間ずっと息子は学校が休みで、なぜかびっちり一緒にいれました。だからこれが普通の天気だったら全然会えない、夜しか会えないっていう。そう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 、そのね、あの JR の途中の線路が崩れてて復旧に時間がかかっちゃったの、だからね、なんか不思議な、ちょうど私が京都に行ってるタイミングで息子がずっと休校でした。いやー、仲良くやっておりましたよ。で、最後の日になんかギリギリまでね、息子の部屋を掃除しててちょっと遅れたんだよね。それで、でも帰りの日、帰りのね、電車に乗るのが遅れちゃって、で結構京都ってバス乗るの難しくて、どこのバス停からどのバスに乗っていいのかっていうのが相当難しいんだよね。循環してるの。だからね、たまたま来たバスに乗ったら、たまたまそれがちょうどいいバスで、で特急にも乗れて、でもう本当にギリギリ、その特急に乗れなかったら、烏丸から乗れなかったら飛行機に間に合ってなかったなっていう恐ろしいタイミングで。じゃあその最初の予定の30分に出る、あ、 3時に出れば間に合うっていうのもギリだった、そもそも。祇園祭りをやってて、バスがさ結構時間がかかる。祇園祭りが予定に入ってなかったよくわかんないけどね。3時に出るって言ってたじゃん。3時に出てもギリっちゃギリで出た。余裕があるつもりだったんだけどね、うん、とにかくもう
ちょっと余裕を持って出なきゃいけないと私は思いました。それで乗り過ごした俺がいるしね。うん、だったね。そういうこともあったね、まあ、とにかく飛行機に乗るときは時間に余裕を持って、あの飛行場でちょっとご飯を食べるぐらいの余裕を持って行った方がいいと思います。分かることがありますね。走った。あ？走った。その切符を買うときに切符の乗り場買い場が分かんなくて、あと1分っていうところだったので、うん、でもそこがダメだったらもう乗れてなかったと思うから。そこまで走った。走ってない。走ってないの。うん、余裕かましてるね。でも慌てた。だって走るってほどの距離でもなかったから。すぐな。でもバス降りて、その阪急の電車の乗り場はどこなのか分かんなくて反対側に歩いて行ってて、そこは反対側から戻るときはちょっと走ったけど、まあいろいろ都会はね、あの電車とかバスに乗れて楽しいけど、たくさんありすぎて。電車に乗っていいのか、どのバスに乗っていいのかが難しいね。そうだよね。確かにこっちは迷いようがないもんな。バスも電車も。そうだね。あとね、京都の滞在中に、あのお友達に誘われて、ドイツの、国の劇団みたいのがあるみたいで、国立劇団。多分すごい300人ぐらい働いてるって言ってたね。で、役者だけじゃなくて、役者の衣装を作る人とか靴を作る人とか、はいはい、そのなんていうのかな、セットを作る人とかいてっていう。で、そこはなんか世界的に有名な劇団で、で海外の演出家とか脚本家と一緒に仕事をすることを今積極的にやってて、で日本の岡田さんっていう熊本在住の売れっ子のその脚本家、なんか小説家みたいなんだけど、それもすごい仕事をとってる人たちなんだけど、その人のノーシアターっていう、あの狂言とか能とかそういうのをした、あのお芝居を、脳って脳ね、脳面の脳、脳面の脳だけど、脳シアターの脳ね、あのミュンヘンであった公演を京都だけでやるっていう贅沢なのがあって、それに行ってきたんだけど、それ初めて聞いた。それでそれの音楽を担当してたのが、日本人なんだけど、ウーアとかのギターとか弾いてる内橋さんって人なんだけど、多分ヨーロッパ在住の人なんだよね、今は。でも、世界中ロールしてる人で、で内橋さんがダクソフォンっていう珍しい楽器を弾いてて、その内橋さんのダクソフォンがもう本当メインと言ってもいいような、能とか あの形式をとってるんだけど、でもそれを演じているのは音楽の日本人である内橋さん以外は全部ドイツ人 でドイツ人がドイツ語でやるって言うんだけど、でも舞台は六本木とか新宿の話なの。で、複雑なんだよ。でしかも日本人だろ、いや日本人役だ、一応日本人ってことになってるんだよね。でそれでその舞台の上の方に英語と日本語の翻訳が出るの。あ、映画みたいに、ね、そう、結構ね複雑な映画だったけど、映画ではなかったお芝居だったけど、なんかすごく音楽はやっぱり内橋さんの音楽がすごい良くて、生演奏、うん、1回とっきり、いや、3公演ぐらいあったの1日に。いや、3日か、うん、そう。で、しかも避難指示が出てるロームシアターってとこだ。ああ、ロームシアターでやった。そう。でね、すごく良かったです。で、しかもわざわざそのヨーロッパっていうかドイツからそのセットを運んだんだけど、
京都公園しかないっていうね、ちょっともったいないなっていう。すごいセット。すごいセット。六本木の駅のホームが再現してある。まあ日本の地下鉄を再現してあるって感じ。舞台はもうそこだけなの？そこしかない。もうワンシチュエーション。ワンシチュエーション。あ、なるほど。ワンシチュエーションだけど、それが六本木になったり新宿になったりっていう話で、で岡田さんの脚本がやっぱ面白いんだけど、やっぱなんかこう内容が男の人が書いた話って感じなの。主人公は男？男だったり女だったり男だったり。ああ、そのシチュエーションによって変わるわけ。シチュエーションじゃなくて3つの脳の形式になってるから、3つで変わる感じ。で、フェミニズムとか、あと何だったかな、なんていうのかな、バブルの崩壊とか、そういうのがテーマだったんだけど、なんか脳の感じをドイツの人がやるっていうのが、なんか斬新で。別にああいう不思議な言い回しじゃなくて、ちゃんと普通のドイツ語としてやるの？普通のドイツ語なんだけど、ミュージカルみたいに音楽に合わせて歌ったりもしてて、節をつけて歌ったりとかしてて、その節回しとかちょっと脳っぽいというか、こうあんまり変わらないって感じ、音が。そう、なんかいいものを見たけど、ちょっとやっぱりその男の人が書いた脚本って感じがすごくして、救いがない感じっていうのかな。なんかこう自分以外のものにすごく批判的な感じ。女の人はこんな脚本書かないなって。どうですかね。まあそんなでしたね。それ初めて聞いた。二人で行った。高橋も三人で行った。3人中たかしとさゆりと。ああ、そっかそっか。さゆりさんから会ったことない、いやー、すごくね、いい時間でした。やっぱり京都はいいなと思いました。ロームシアター良かった。ロームシアターのメインの方は誰だったかな、高橋真理子かなんかで、そっちはもう公演中止。なぜならそのあたりが避難指示が出てるところだった。そのドイツのはさすがにちょっとねって感じで、中止するにはいろいろ犠牲がでかすぎるって感じ。でもお客さんは来てた。初日は来れない人がすごく多かった。なるほど。大阪からもう電車が止まってたから、私がその飛行機で着いた日だったから。京都でしかやんないってことは、日本中どこからでも行きたい人はいたってこと？ああ、そうそうそう、日本中から来てた。だよね。湧いてたよ。見たお客さんたちは喜んでた。チケット取れた。いや、だからさゆりが取ってて。取ってくれてた。取ってくれてて、チケット余ってるから行かないって誘われた。そうだった。ありがたい。ありがたい。っていうか、よくこんなのが見れたなと思いました。いろいろ。ありがとうございました。いろいろタイミングが良かったね。なんか不思議な。不思議な、いろいろ不思議でした。そしてその前後を避難所で寝ててっていうね。結局避難所で2泊して、息子の部屋で何泊だっけ？分かんない。分かんない。3泊ぐらい。分かんないって。数が数えられない。今急に聞かれても。いや、ちょっと考えたって構わない。5泊ぐらいしてて。京都はでもいいです。京都の良さって何なのかなって今回も考えたんだけど、やっぱ歴史、時間、都会、緑、文化の歴史でね。歴史はどこも等しくあるはずなんだけど、文化がないところもあるからね。なんか鴨川がまたいい感じなんですよね。あとなんかすっごいやっぱ人がいっぱいいる。しかも外国人ばかり。不思議なところですよ。
かれるのか分かりませんが、また京都に遊びに行きます。京都に行って京都違うなって思ったことないよね。京都違うなってどういうこと？いや、京都今の逆の印象を持ったことはないよね。ああ、若い頃は何とも思ってなかった。ああ、そう、うん、なんか本当に観光地とか思ってた。最近仕事でも何度も京都行ったことあるけど、なんか全然京都のことを考えたことがなかった。今すごい自分の中で京都がでかいから、ね、京都に住みたいって言うとでも反対されるよね大体。そうなの、うん、夏が暑いとか。確かに暑かった。むちゃむちゃ暑い。嫌な暑さ。嫌な暑さだと思う、あれは。あ、そう、そう、鹿児島とは言うってこと。鹿児島は暑くない。私鹿児島暑いと思ったことないから。あ、そうなんだ。嫌な暑さ嫌だね。だってみんながそれで京都やめろっていうぐらいなわけだから。暑いし寒いしね。でも私はそれは別に構わない。申し上げます。それではまた。バイバーイ。